こんにちは。ちりも積もれば山となる。そして、塵も積もれば無にキスというのかうーん。つまりね、コツコツとやり続けることってのは効果が高い。その反面、コツコツとやらないことっていうのもまたね、効果が高いというふうに今回言わせていただこうかなと思うんですよね。えー、大したことをせずにずっと時間を過ごした場合、もしくは、 ちょっとやったら挫折してというね、経験を繰り返してしまうとどうなるかってことをちょっと考えていただきたいと思うんですよね。で逆にコツコツとやりながら、一心不乱にやり続けた、その先にあるチリも積もれば山となるっていうのは、非常に大きな力と自信、実績になると思うんですよ。客観的な証明にもなりますね。でも、やり続けて挫折して、やり続けて挫折してを繰り返してくると、恐ろしいことに、ね、これが客観的なね、 人の評価になるわけですよだから信用されないしその人から商品買おうと思わないしその人との関係もそこそこだなって思っちゃうんですよねでおそらくですけども私は吉谷さんがこうやってね再生数が少なないい動画をずっっととと続けててもう10年とかっていう年か単位になると逆に再生数少ないのに続けてることに対して多くの人はきっとですね一目置くんじゃないかなと思うんですよ。 そして再生数が少ないなりに必ず再生されているということとその少ない再生数には濃いファンお金を払ってでも次の動画が見たいと思ってくださっている方がいるというそういう事実もあるわけですよねだからなんですよ編集にものすごく時間をかけたり手間をかけたりとかプロジェクトを組んだりとかいろんな役者さんを使って一本の動画を仕上げるつまり質のいい動画これがですねじゃあ 100万回,回るのかどうかねどうでしょうかねいや本当にそれね100万,円100万回回るんだったら少々手間かけてもいいですよと YouTuber からは言わしてもらいますよね億万長者合宿に参加したら本当に億万長者になれるんだったらいくらでもお金払いますよと同じ理屈ですよ、ね、編集して質の高いと言われてる動画を作ったら必ず100万回200万回回回るんですかだったら質のいい動画作りますよって話でしょ だからまずねそこからね私たちは期待してないわけですよ。そもそも質の高いっていうレベルがどういう概念なのか全く分かんないんですよね。あくまでも結果再生数が回ったらそれは質の高い動画だねって評価できるけどもやる前から質の高い動画って何なんですかって話ですよね。うん、そして質の低い動画が誰にも見られないのかって言ったらこれまたねそうとも限らないんですよね。どんな動画にもニーズがあって いつか気づかれるっていうところもあるし、たまたま関連動画で見られるってこともあって、不確定要素の込みでできてるわけなんですよね。だからその不確定要素の100分の1、1000分の1、万分の1の1だけを見つめて、まあ、動画を作り続けて、今日になるっていうことじゃないですかね。えー、まあまあ、あのどんなことも継続は力なりと言いますが、継続だけが力なんでしょうね、きっとね。 多分その他の細かいスキルやテクニックやノウハウなんてのはその継続という圧倒的継続の前に比べたらね大したことではないんではなかろうかと思いますね、えー。ということで継続の経緯ということでやってみようかなと思います。いたし